今日も朝まで働け。これで何日家に帰ってないんだろう。もはや会社が実家と貸しているな。いいじゃないか。どうせ家に帰っても何もすることないんだから。そんなことないですよ。ネットでリア充カップルを叩いたりしなくちゃいけないんです。なんだその非道徳的な遊びは。けどまあいい加減家には帰りたいな。仕事が終わるまでダメだ。じゃあ停車から俺は帰るぞ。お前は相変わらずだな。失礼します。あれ、こんな時間にお客さん。あれは誰か知ってるのか。あれは本社の偉い人だ。そうです、私は本社の偉い人です。なんだそのざっくりしたキャラ付け。本社の偉い人がうちに何の用でしょうか。最近うちの会社が残業をさせすぎて国から怒られました。よって今後一切の残業を禁止します。抵抗ペンギン。残業が禁止になるとどうなるのか。今日もまだまだ働け。悪いな、もう定時だから帰らせてもらう。この仕事はどうするんだ。明日やればいいだろう。今日納期の仕事もあるんだぞ。そんな仕事を持ってきたお前が悪い。じゃあな。定時上がりって最高だね。そうだな、俺も久しぶりに夕焼けを見た気がする。今日は新作ゲームの発売日だから帰ってやらなきゃ。今まではそんな余裕もなかったもんな。俺も自分の好きなことに時間が使える。へえ、ペンギンにも趣味ってあるんだ。俺を何だと思っているんだ。いや、ペンギンは仕事か恋人かなって。どこかの誰かが押し付けてくるからやってただけだ。上司ってひどいよね。お前も含まれてるんだが。まあまあ、ペンギンの最近の趣味って何なの。美味しいかき氷を食べ歩くことだ。意外とグルメなんだね。最近はいろんな味のかき氷があるもんね。いや、何もかけないぞ。え？氷そのものの味を楽しんでこそ風情があるというものだ。それって楽しいの？給料が減る。今日も定時帰りだね。明日は休みだし朝まで遊び歩くぞ。いいのか。何が？残業ができなくなるということは残業代が発生しないということだ。無駄遣いしていたらすぐに金がなくなるぞ。けど僕結構貯金あるよ。それは今まで使う時間がなかったから貯まっただけだ。これからは時間が増えるが給料は減るんだぞ。そんな結局僕らに安らぎを訪れないっていうのか。別に仕事がないだけでも十分安らぎだけどな。あ、うちの会社は別に給料下がらないよ。どうしてだ。そもそも残業代なんて支払われてないからね。息を吸うように法律違反をするブラック企業の鏡だな。仕事が減るわけじゃない。お前ら新しい仕事を持ってきたぞ。こんなにできませんよ上司。死ぬ気になれば何だってできるんだ。残業が禁止されてるんだ。昔と同じ仕事量がこなせるわけないだろう。お前らのやり方が悪いんだ。効率を上げろ、無駄を減らすんだ。具体的にはそれはお前らが考えるんだ。何もかも上司に聞いていては成長につながらん。対策もないのに効率を上げろだと。じゃあお前はできるのか。できるさ。今までよりより多くの仕事を部下に与えれば俺の仕事量は減るからな。誰かこいつ自身を改革してくれ。持ち帰って仕事をする。おい、明日が納期の仕事はどうなっている。終わっているわけがないだろう。一体どれだけ仕事があると思ってるんだ。お前らがやる気を出さないからいけないんだ。とにかく明日までには完成させておくんだぞ。だったら残業をさせろ。ダメだ。本社の人から何が何でも残業をさせるなと言われている。だったらどうやってこの仕事を処理するか教えろ。それはお前らが考えることだ。じゃあ俺は定時から帰るぞ。お前らも残業は許さないからな。あいつ自分の発言の矛盾に気づいてないな。どうするペンギン、僕たちも帰る。いや、明日納期の仕事は終わらせないとまずい。上司はどうでもいいが、お得意様を怒らせてしまう。じゃあどうするの。持ち帰って仕事をするしかない。そんな嫌だよ、家に帰ってまで仕事をするなんて。けどそうも言ってられないだろう。残業はできなくても仕事は終わらせないといけないんだ。会社にまだ残っている人は速やかに退社してください。繰り返します。会社にまだ残っている人は速やかに退社してください。やるしかないな。有能な人と無能な人で差がつく。おい、昨日行った仕事はどうなってる。何とか終わらせたぞ。さすがペンギンだ。残業をしてないだろうな。どこかのアホ上司が禁止だと言ったからな。なんだお前の仕事はどうなってる。
すみません、まだ終わってません。なーにー、どうするんだ、お得意様になんて説明するんだ。でもあんな仕事ではできるわけないですよ。お前のやる気がないからだろうが。やる気だけではどうにもなりませんよ。はい、結果が全てだ。ボーナスの査定に大きく影響すると思っておけ。そんな、僕はこんなに頑張って仕事してるのに。口だけではどうとでも言える。かけられた時間の中で成果を出す社員が必要なんだ。そもそもうちの会社にボーナスという制度があったのが驚きだな。こんなことってないよ。落ち込んでる間に仕事をしたらどうだ。時間は有限だぞ。ねえ、明日納期の仕事があるんだけどさ、よかったら手伝ってくれない？そんな余裕はない。俺も自分の仕事で手一杯なんだ。手伝ってくれたらお礼に笹の葉あげるよ。そんなものはいらん。手伝ってほしかったらうまい氷を用意しろ。それで手伝ってくれるんだ。持ち帰り残業がバレると。おい、ペンギン！なんだ、どこぞのクソ上司の仕事で今は忙しいんだが。前、会社の仕事を持ち帰ってやっていたらしいな。なぜそれを。優秀な部下からの証言があったんです。お前か、この腹黒パンダ。うちの会社ではセキュリティ面から仕事の持ち帰りは禁止されている。だが持ち帰って仕事をしないと終わるわけがないだろ。何度も言っている、やり方を工夫しろとな。じゃあその方法を教えてみろ。はい、とにかくお前がやったことは本社の偉い人もお怒りだ。厳罰を下さないと俺の皮が立たん。結局自分のためか。この会社には腹黒しかいないのか。天銀、お前のボーナスもカットだ。ま、それはもらえると思ってなかったからいいけど。僕の苦しみを味わうがいいよ。本当にろくな奴がいないな。コミュニケーションがなくなる。おい、新しい仕事か。お断り。上司にそんな態度を。うるさい。この会社は成果こそが全てだ。終わらない仕事はお前が何とかしろ。そんな、俺が働くしかなくなるじゃないか。ちらっ。誰も突っ込んでくれない。 YouTube として終わりだ。